はい、前回の続きでございます。引き続き犬次郎で大暴れ。ステージは、どうやら物資倉庫のよう。物がめっちゃあるんで、暴れがいがあります。いけー。まずは綺麗に並べられた壺から。無邪気ないたずらワンちゃんに癒されましょう。誰か、止めてー。この世界の人間、何を破壊してもノーリアクション。今回こそは最高崩壊行くぞ。前回見せない方のために、2分間でどれだけポイント稼げるか、そういうゲームとなっております。壊しまくっていたずらしまくる。それが高得点のポイントよ。全部下に落とすぞ。下にいる人気をつけてー。お、いたずらマーク出現。これを押すといたずらが発動します。おっさん、どんまい。そこで巻き戻しかい。テレビの上等手段だぜ。背中痛！背中痛！背中痛！でしょうね。いや、めっちゃ日本人やんけ。ふふふ、たくさんポイントゲット。まだまだ暴れ足りないぞー。これまでの被害総額、ざっと見積もって数百万。テレビワンワン。うん、やっぱ全員あの走り方なのね。残り10秒ラストスパート。もう本当にやりたい放題。こんだけ暴れたんだもの、高評価間違いなし。星さん、また届かなかった。どんまい。まだ足りないの？うん、そのようでござる。あら、バランスよく頭に破片か。おお、なかなか落ちない。もうそろそろここも飽きましたな。虫ちゃん、ワンちゃん&場所展示よ。了解した。ということで、溜まったお金で新しいワンちゃんゲット。コーヒー、かわいいわよね。あら、かわいい。犬太郎、犬次郎に続き、お次は犬の助じゃー。相変わらずのネーミングセンスのなさ。虫ちゃん、将来子供の名前は人の助ね。キラキラネーム。てかと思った、実際にレイムとかマリサって名前の人いるのかな？あと、主って名前の人も。それは絶対いない。いるのかな？全国にはレイムちゃん。気になりますな。ということで、もし皆さんの身の回りに、レイム、もしくはマリサがいるという方、ぜひコメント欄で教えてください。本当にいたらすごい。そんなこと言ってる間に残り30秒。力の限り暴れ尽くしましょう。この世界ではワンちゃんの方が人より強いみたい。誰も怒らず逃げるだけだもんな。さあ今度こそ星さんどうか。めっちゃ叫んでる。またかー。ワンちゃん、切れました。いや、怪力にも程があんだろ。すっきり。さあこの後、何が起こる？だから前回と全く一緒やんけ。正解は。でしょうね、これ以外ありえないし。おっさんごめんちょ。他の動物とのコミュニケーションも大事です。ゲダー。どこに行ったの？全部犬の助の胃の中。だったら怖いね。しばしと砂糖。おっきなトラクター。からの大ジャンプ。それでは最後に、派手ないたずらしてお別れです。巻き割りしてるおっさん。あ、大丈夫、おっさん元気です。以上、癒し動画でした。ほ、星一。皆様、本日も主チャンネルをご視聴いただき、サンキュー。サンキューな。誠にありがとうございます。ワンワン、ペンペンペン。にゃー。おめえはホモサピエンスだろ。それじゃあまた次の動画で。